はい。それではお待たせいたしました。それでは森会長より、一言申し上げます。よろしくお願いいたします。コロナ禍には昨日 JOC の理事会の後で、私がご挨拶をしました。それをお聞きの方々そうおられると思いますので、これ以上詳細なことは申し上げません。今、皆さんにわざわざお集まりいただいて、大変、ご心配いただいていることに、恐縮をしております。昨日の JOC 評議会での発言につきましては、オリンピック・パラリンピックの精神に反する不適切な表現であったと、このように認識をいたしております。そのために、まず深く反省をしております。そして、発言をいたしました件につきましては撤回をしたい。それから不愉快な思いをされた皆様にはお詫びを申し上げたい。以上であります。オリンピック・パラリンピックにおきましても男女平等が明確に、謳われております。アスリートも運営スタッフも多くの女性が活躍しておりまして、大変感謝をいたしております。私どもの組織委員会のことを申し上げたわけじゃないことは皆さんもご承知だと思いますので、この組織委員会については私は非常に円満にうまくいっているということも、注釈でもあの手挨拶の中で申し上げたことも聞いておられたと思います。次の、大会まであと半年になりまして、関係者一同一生懸命頑張っておられます。その中で、その責任者である私が、皆さんのお仕事に、支障があるようなことになってはいけないと、そう考えて、お詫びをして訂正撤回をするということを申し上げたわけであります。世界のアスリートを受け入れる都民、国民、それから IOC、IPC はじめとする国際的な関係者にとっても、オリンピック・パラリンピック精神に基づいた大会が、開催できますように、引き続き献身して努力していきたいとこう思っております。以上です。それでは代表日テレさん、ご質問お願いします。幹事社の日本テレビです。よろしくお願いします。まずは今回の発言で国内外から大きなご批判が上がっています。会長の中でこの辞任をしなければならないと考えたことはあったんでしょうか。ちょっと僕はね、そのマスクをされてると、どうも言葉がよく取れないん失で、礼しました。なんて言われました。もう一度申し上げます。今回の発言を受けて国内外のさまざまなメディアからたくさんの批判が上がりました。その中、会長はこの辞任をするという考えは浮かんだんでしょうか。辞任するという考えはありません。私は一生懸命献身的にお手伝いして、7年間やってきたわけですので、自分からどうしようという気持ちはありません。皆さんが邪魔だと言われれば、おっしゃる通り、老害が所帯ゴミになったのかもしれませんから、そしたら吐いてもらえばいいんじゃないですか。もう一問させていただきます。IOC は先ほど会長もおっしゃったように、オリンピックにおける男女平等を掲げています。日本もそのジェンダーバランスを同じようにしていこうと努力されている中での発言だったんですけれども、大会のトップとして今後世界、国内はじめ世界にはどんなふうに説明していきたいと分かりおまし考えた。でしょうか。これ以上のことを申し上げて、また誤解が誤解を生むし、必ずしも今までここにいつも来てた皆さんと違う方もおられて、よく分からないところがあるんです。私は組織委員会の理事会に出たわけじゃないんですよ。JOC の理事会に評議員という、僕は評議員だったかな、立場は。名誉委員という立場だったから、そこで挨拶をしたのと、それも大会の前に挨拶してくれというのが、プログラムにあったけども、私は正式なあれじゃないから、
後からお礼のつもりでご挨拶しますと言って、一番終わってから話させてもらったという、私は自分なりに整理はしてたつもりです。それから、そういうことですよ。ですから、どうも組織委員会の理事会と一緒にしておられる方は、特に外国がそれ一緒にされるかもしれないんで、それは皆さんの報道の仕方だと思いますが、あくまでも JOC のその理事会かな、評議員会に出て、私は挨拶をしたということです。で、それは一つは、まあ、山下さんが、今度の改革は大変大きな改革で、JOC が人事の改革をされるには大変な苦労をして、最初から理事会では相当突き上げを食ったりして、難航しておられるといった、たび相談があったもんですから、頑張れ頑張れといった後押しをしてきました。ですから山下さんの最初の大きな仕事としては最も成功してもらわなきゃならぬところ、そこが人事のことでしたから、まあ、そのことはよくできたということを私は評価し、そして山下さんにお礼を申し上げるということをそこで発言をしていたんです。ですが、まあ、いわゆる政府から来ているガバナンスに対してはあまりその数字のところにこだわるとなかなか運営が難しくなることもありますよという、そういう中で、私の知っている理事会の話をちょっと引用して、ああいう発言になったということです。はい、ありがとうございます。では冒頭会長から明確にお示しいただきましたけれども、数問ご質問あればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。はい、そしたらすいません、そちらの方からどうぞ。日刊現代と申します。お願いします。いくつかお伺いしたいんですが、女性のお話が長いというご発言については、ラグビー協会の特定の女性理事を念頭に置いたものではなかったんでしょうか。一切頭におりませんし、ラグビー協会の理事会で誰がどういう人が理事で誰が話したかというのは申請します。違うんですね。わかりました。もう一点お伺いします。発言についてですね、 IOC から、その審議の問い合わせ等々ございましたでしょうか。さあ、私はわかりませんが、まあ、職員は毎日今日もこれから向こうの夜朝が明けるとこちらは夕方、その頃からいつも、会議が始まりますから、そういう話があるのかもしれません、ね、あ、なるほど、はい、森会長の方からご説明をする意思はございますでしょうか。そんな必要ないでしょ、今ここでしたんだから。わかりました。これ昨日のはなんか出してくれて今日のは出さないというわけじゃないでしょう。はい、じゃあ皆さんが打たれればわかるやつ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。城島さん。TBS の城島と申します。すいません、2点お願いいたします。1点ですね、会長はずっとそのちょっと悪い、ちょっと聞こえないんで、喋る時だけでいいですから。会長は国民から理解を得られる大会の開催をとずっとおっしゃっておりました。ですが、このオリンピックの理念に反するような発言であったと昨日の発言は思いますが、ご自身が何らかの形で責任を取らないということが逆に開催への批判を強めてしまうものではないかと思うのですが、どうお考えでしょうか。はい、それはご心配いただいたということであればありがとうございます。しかし今あなたがおっしゃる通りのことを最初申し上げたじゃないですか。誤解を生んでいけないので撤回しますと申し上げている。オリンピック精神に反すると思うからと、そう申し上げている。もう一点お願いいたします。女性登用について基本的なお考えを伺い、女性登用について基本的な会長のお考えを伺いたいんですけれども、会長はそもそも多様性のある社会を求めているというわけではなくて、ただ文科省がうるさいからそういう登用の規定が定められているという、そういう認識でいらっしゃるんでしょうか。いや、そういう認識ではありません。女性と男性しかいないんですから、もちろん両性というのもありますけどね、どなたが選ばれたっていいと思いますが、あまり僕は数字にこだわって何名までにしなきゃいけないということは一つの標準でしょうけどね、
それにあんまりこだわって無理なことはなさらない方がいいなということをいただいたわけです。昨日の文科省の、がうるさいからというのは、その数字がという意味でということでしょうか。うるさいからというのは変で、そういうガバナンスが示されて、みんながそれを守るためにみんな大変苦労しておられるようです。私は今もどこの連盟にも関係をしておりませんのでね、ただいろんな話はいろいろ入ってきますから、そんな話を総括して会の運営は難しいですよということを山下さんに昨日申し上げたんです。ありがとうございます。はい、今井さん。お疲れ様です。 NHK の今井です。よくわかっています。はい、この女性をめぐるご発言ではないんですけれども、昨日、聖火リレーで愛知県で走る予定だったタレントのロンドンブーツ1号2号の田村敦さんという方が森会長 の、 直近の、ご発言で何があってもオリンピックをやるということを、理解不能だというふうに田村さんは、解釈されて、それを理由に辞退をされたということなんですけれども、それについて会長はどのように受け止められますか。なんか昨日のことに合わせて報道されたんでしょうが、これは昨日の会合ではないと思いますよ。昨日でしょう、自民党の会合で、その時にリレーについての削減はどうなんというような質問があったから、我々は直接やるもんじゃないが、各県がやっておる実行委員会に今お願いをしてて、基本的には密を避けてやってほしいと言ってるんだと。その中で例えば人気のあるタレントさんはできるだけ人がたくさん集まってくるところはご遠慮していただくようになった方がいいかなというふうに私は思っていると。またそれを支持したとか、そういうあるいはこのどっかどれ誰が走るかとか何キロ走るかというのは僕らが決めることじゃないんです。一個一回が決めて作られていることですから、あるいは県に言えることはできるだけ3つを避けてください。要は3つとは何だっていうのは不安にわーっと集まってくるんですからね。タレントさんが来ればみんな集まってくる、そうすると3つになるから、それをどう避けられるだろうかというその話の例で、国会議員たくさんおられましたが、皆さんもわかる、いや何もないところってなれば田んぼで走るしかないねと。田んぼで走ればやっぱり田んぼにそのまま土足でみんな入ったりすれば作業前ですから農作業に迷惑かけたりするんだねと。しかし空が空いてるから空気がこもらないし、それしかないですねという、そういうことを言う意見もありますということを紹介しただけで、組織委員会がそういうことをすると言ったわけでも何でもない。それもこれも立候委員会でお考えをいただき、ご検討いただいて決めていただきたいと申し上げた、その例として申し上げた。著名人のランナーに決まっている方には引き続き継続して走っていただきたいというお考えは変わりないでしょうか。私は走ってくださいとも走ってくださるなとも言う立場じゃありません。お決めいただいた形は所定の手続きをされて、こちらを持ってこられるんだろうと思います。私は見たことはありません。誰が走るか全然一切知りません。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、じゃああと 1,2 問、じゃあそちらのお二人お願いします。じゃあ左の方から、はい、どうぞ。毎日放送の三沢と申します。お伺いいたしますが、基本的な認識なんですけれども、やはり会長は女性は話が長いというふうに思っていらっしゃるんでしょうか。最近女性の話聞かないからあんまり分かりません。今日小池さん知事会見で、話が長いのは人によりますというふうな発言をされております。私も長い方なんです、はい、で会長、もう一度ですが、国会議員なんかでもこのクォーター制といいますか、女性の割合をあらかじめ決めておこうというふうな話も盛り上がっておりますけれども、これは議員が決めるんじゃないですか。会長ご自身はクォーター制には反対賛成いかがでしょうか。反対も賛成もありません。自然に国民が決めることだと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、では最後そちらの方どうぞ。TBS ラジオの澤田と申します。いくつか伺わせてください。いくつかだけ一つにしてください。冒頭
誤解を招く表現とか、あとは不適切だったということは発言があったんですが、どこがどう不適切だと会長としてお考えなんでしょうか。はい、男女の区別するような発言をしたということですね。それオリンピック精神に反するという話もされてましたけれども、そういった方が、組織委員会の会長をされることは適任なんでしょうか。さあ、あなたはどう思いますか。私は適任じゃないと思うんですが、はい、じゃあそういうふうに受け止まっております。それで先ほどあと会長としての発言ではないので、に責任が問われないというような趣旨のこともされてたような。責任が問われないとは言ってませんよ。場所をわきまえてちゃんと話したつもりです。はい、組織としての場じゃないからあの発言は良かったということなんですか。いや、そうじゃありませんよ。だから組織委員会とても良かったって私言ってるんですよ。ちゃんとみんな全部見てから質問してください。昨日のあとわきまえるという表現を使われてましたけれども、女性は発言を控える立場だという認識だということですか。いや、そういうことでもありません。じゃあなぜああいう発言になったんですか。場所だとか時間だとかテーマだとかそういうものにやっぱり合わせて話していくことは大事なんじゃないですか。そちらと会議は前に進まないんじゃないですか。それは女性と限る必要はあったんですか。だから私も含めてって言ったじゃないですか。あとその前段の段階で私の恥を言いますというふうにおっしゃってましたけども、冒頭発言の内容に関しては明示的に会長から説明が。もちろんおかしく知ったいから聞いてるんだろう、ね、いや、何を問題と思っているかを聞きたいから聞いてるんです。だからさっきから話してる通りです。はい、じゃあすみません、 こちらの方最後の質問とさせていただきます。はい、先ほどその女性が多いと時間が長くなるという発言を誤解と表現したと思うんですけども、これは誤った認識だということではないんでしょうか。もしそういうふうに聞いておるんです。それはどういう、このまま去年からですね、一連のこの ガバナンスに基づいて各協会や連盟はその人事に非常に皆さん苦労しておられたようです。で、私は昔は全体を統括する大協、今のスポーツ協会の会長をしておりましたから、どの団体の皆さんとも、まあ、親しくしております。で、そういう皆さんたちは、まあ、いろいろ相談にも来られます。その時にやっぱりなかなか大変なんですということでした。で、特に山下さんの時は JOC の理事会の理事をかなり削って女性の枠を増やさなきゃいけないということで大変苦労したという話をしておられて、理事の中でも犯罪があったり大変だったのをなんとかここまでここにつけましたという苦労話を聞いたからです。これそれすると各競技団体から女性が多いと会が長いという話が上がってるという、そういう話を聞いたという、そういうことなんでしょうか。まあ、そういう話はよく聞きます。それは例えばどういう競技団体ですか。それは言えませんね。実際そういう例えばデータがあるとか、そういう根拠に基づいた発言ではなかったというふうに受け止められたんですけども、そのについていかがですか。何ですか。女性が多いと会が長くなるっていうのは、例えばデータに基づいたりとか、その根拠のある発言とは思えないんですけれども、その点はいかがですか。さあ、僕はそういうことを言う人はどういう根拠とおっしゃったか分かりませんけども、まあ、自分たちが、女性の理事をたくさん選んだけど結果としていろんなことがあったという、そんな話を私は聞いたことを思い出して言ってるんで、昨日山下さんにそういうことで苦労これからされますよということを申し上げたんです。今回の発言で皆さん怒ってるんですね。その五輪を運営するトップの方がこういう女性を尊重しない、そういった発言をしていることに怒ってます。で、森さんの五輪を見たくないっていう声もネットだったり上がってます。そういう声をどういうふうに受け止めますか。だから謙虚に受け止めております。だから撤回をさせていただきますと言ってるんです。はい、すみません、発言に関してはもうすでに冒頭会長から申し上げた通りとなります。以上で記者会見の方を終了とさせていただきます。ありがとうございました。はい、どうも。